ちゃん、相変わらず甲子園一直線だね。ミヨンか。わかってるなら放っておいてくれよ。俺は甲子園で忙しいんだ。ケイちゃんさ、ちょっと休憩、ちょっと休憩。ホームルームまであとちょっとだろ。もう一汗かかせてくれよ。ケイちゃんって野球、好きだったっけ？最近好きになった。最近って、昨日から？分かってんなら聞くなよ。あれまあ、スポーツマンにしては爽やかじゃないお返事だことで。気が散る。放っておいてくれ。何か用なんだろう。なんだよ。用ってわけでもないけどさ。お疲れのようなら後にするけど。今でいい。さ。おじさんダメだわ、こういうの。ボキャ品は辛いわ。なんだよ、突然。言いたいことがあるならはっきりと言えよ。やめてよ。素振り。ちゃんとやめてるだろ。じゃなくて、今日で終わりにしてほしいの。悪いけど。なんでだよ。余計なお世話だよ。別に誰にも迷惑かけてないだろ。かけてる。俺がいつ誰に迷惑をかけたよ。だってさ、ケイちゃん、それ人のバットだしさ、無断借用は悪いし。転校した生徒の忘れ物だろ。本人が取りに来るまで借りてるだけだよ。まあね、転校したし。でも変わってるよね。兄貴だけ転校なんだろ。妹は転校しなかったんだろ。
ケイちゃん、知ってたの？王女サトシ、サトコの兄貴だろ。去年鬼隠しにあって消えた。レナにも言われた。なんで素振りを始めたのかってな。サトシもやってたんだってな、素振り。それも失踪の直前に。これってさ、お社様のたたりに合う前兆ってわけなのか？頼むよケイちゃん、お社様の話はうかつにしないでよ。私はそんなに信じてないからいいけどさ、他のみんなはすごく信じてる。レナなんかやばいくらいに。やばいくらいに？とにかく、みんな怖がってるんだよ。もしもこれが悪ふざけならやめな。サトシの真似は絶対にやめて。先に言っとく。俺はサトシのことは何も知らない。みんなが隠してたからな。隠してたってわけじゃ。毎年起こる事件のことは隠してたろ。あ、それはケイちゃんを怖がらせたくなかったってのか。それが理由で俺だけのけ者かよ。いや、そんなつもりじゃ。ミオンに直にダム現場で事件がなかったかって聞いたよな。ミオンはないって言ったじゃないか。バラバラ殺人があったのによ。嘘つき野郎。ごめん、嘘ってわけじゃ。仲間ってのは隠し事なんかなしだろ。そうだろ。じゃあお前らは仲間じゃない。ケイちゃん、そんなのって。ああ、それに先日の見舞いのおはぎ、あれうまかったぜ。血が出るかと思った。やったのはどっちだ。お前か、レナか。私、死ぬかもしれなかったんだぞ。仲間にあんな真似をするのかよ。そんなちょっとしたいたずらじゃん。あれがいたずらで済むかよ。とにかくお前は仲間じゃない。仲間じゃない奴の指図は受ける言われはない。俺のことは当分放っておいてもらうぜ。いいな。俺を消そうとしても簡単にはいかないからな。お前らは最初から警察に疑われてんだ。サトシを消せたように簡単に消せると思うなよ。俺も過去の事件はお前らが怪しいと思ってる。ダムの反対運動の時からお前が警察の世話になってたこともよく知ってる。隠しきれてると思うなよ。いいな。どうしてそんなことまで。
行こうぜ。委員長がいないとまずいだろう。ひどいよ、ケイちゃん。俺、行くぜ。ホームルーム遅れるなよ。そっか。え？ケイちゃんに全部バラしたの。あの野郎か。あの時、殺しとくんだったな。今年で定年だからって。容赦してやった恩も忘れやがって。ちくしょう。ちくしょう。あのじじい。絶対に殺してやる。
ケイチくん、かくれんぼかな？かな？レナを驚かせようとしたのかな？かな？何の用だよ！ケイチ君と同じ。帰り道だよ。じゃあそのナタは何だよ！じゃあケイチ君のそのバットは何なのかな？俺は素振りで。じゃあレナは宝探しなの。宝探し？ダム現場の宝の山にね、また新しいかわいいのを見つけたの。だからね、それを発掘するために必要なの。信じるかよ、そんなの。信じないよね。待ってよ、ケイチくん。ついてくるなよ。それはできない相談だよ。レナの家もこっちだもん。
どうしてついてくるんだよ。圭一くんとお話ししたいから。圭一くんもレナとお話ししたいんじゃないかな。かな。俺は何も話したいことなんかない。嘘だよね。相談したいこと、きっとあるはずだよ。ない！レナと話すことなんか何もないよ！嘘だよね。嘘じゃないよ！嘘だ！お話ししようよ、圭一くん。お話、お話。圭一くんには悩んでることがあるんじゃないかな。ないよ。何も悩んでない。嘘だ。わかるよ、わかる。レナはわかるよ。怖いんだよね、圭一くん。怖くなんかない。何も怖いことなんか。嘘だ。レナだけは相談に乗ってあげられるよ。今度こそ乗ってあげられる。今度こそ相談に乗ってあげられる。サトシ君の時とは違うもの。サトシ君も悩んでた。辛そうだった。でもレナは相談に乗ってあげられなかった。とても悲しかった。サトシ君が転校しちゃった時ね、本当に後悔したんだよ。レナが相談に乗ってあげれば、サトシ君は転校せずに済んだかもしれないって、すごく後悔した。からね、誓ったの。もしもサトシ君みたいに苦しんでる人にもう一度会えたなら、レナが助けてあげようって。もう人が転校するところは見たくないな。さあ、圭一くん、レナに話して。レナはきっと、圭一くんを理解してあげられるよ。レナだけは、圭一くんの味方。悩みがなくなれば、きっと圭一くんも元通り。みんなとも仲良しに戻れて、また楽しく部活ができるよ。今度は一緒に組んで、みーちゃんをやっつけようね。レナともきっと仲良しに戻れるよ。また一緒に宝探しに行きたいね。今度はお弁当も作っていくよ。なんなら、今から宝探しでもいいよ。行こうよ、一緒にダム現場。見つけたばかりの可愛いの、圭一くんにも見せてあげるね。きっと圭一くんも気に入るよ。
何が怖いのかな。怯えるなんてケイチ君らしくないよ。教えてくれ、サトシはどうなったんだよ。言ったよ、サトシ君は転校したの。その転校ってのをやめろよ。鬼隠しってことなんだろ。そうだろ。もう教えてくれたっていいだろ。サトシを消したのは誰だよ。エラか、ミオか、それとも村の誰かが。答えろよ。ケイチ君が何を言ってるかわからないな。じゃあわかるように言ってやる。連続開始事件の犯人は誰だ。ケイチ君は勘違いしてるよ。え？人間の犯人なんかいない。すべてはお社様が決めることだもの。お社様のたたりなんて迷信だろう。レナは信じてるってのか。信じるとか信じないとかじゃない。お社様はいるの。お社様なんているわけが。ケイチ君は信じないの、お社様。信じられるはずないだろう。そんなのいるわけがない。いるよ、お社様。圭一君だって身近に感じてるはずだよ。そんなもの感じたことないよ。圭一君さ、誰かに謝られたことない？それもずっと。それはね、許してもらえるまでずっとついてくるの。学校へも、お家へも、枕元へも。レナのところへも来たんだよ、お社様。だからレナは転校して雛見沢に帰ってきたの。君のところにもお社様来てるんじゃない？きっと相談に乗れるのは私だけ。圭一君を転校なんかさせないからね。他言無用でお願いします。また内容には一部憶測も含まれているかもしれません。全てが真実ではないかもしれないということです。よろしいですね。被害者も学校も告訴していないので調書がないのです。つまり警察が関与してないわけなんですよ。ですから詳細は関係者からの聞き取りのみなのです。つまり信憑性が高くない。被害者って言いましたか？レナはガラスを割っただけじゃないんですか？いえ、
男子生徒が3人ほどリュウグウレナに殴られています。金属バットでです。2人はあざで済みましたが、1人は片目に後遺症を残すほどの大怪我をしたそうです。それって傷害事件じゃないんですか？警察は逮捕とかしないんですか？どういうわけか被害者が告発しないんですよ。警察に届け出がないので。被害者の男子生徒3人にもそれぞれ話を聞こうとしましたが、全員口が重いんです。こう言ってはなんですが、怯えてるんですよ。彼女が転校した今でも。大石さん、話を最初から整理して話してくれませんか？某月某日、リュウグウレナは親しい男子生徒3人と一緒にプール倉庫のあたりで話をしていました。その3人って何者ですか？個人名は伏せますが、3人ともリュウグウレナととても親しい仲良しグループだったそうです。彼女はこう言ってんだったんですな。それでどうなったんです？理由は分かりません。リュウグウレナはプール倉庫脇にあった野球部のバットを手に取り、3人を次々に殴り倒しました。え？レナに起こった変化って何ですか？3人の証言で一致するのは、突然人が変わった、豹変したという点です。豹変？その豹変っていうのはたびたびあったことなんですか？いえ、そういうのは全くなかったそうです。私も調べられる限り彼女の過去や病歴等を追ってみましたが、見つけることはできませんでした。そのレナみたいに突然人が変わる現象って結構あるんですか？もちろんありますよ。精神的なものから性格的なものまでたくさんあります。ではレナには潜在的に豹変する要素があったってことですか？断言はできません。ですがリュウグウレナをよく知る友人たちからの証言では、とても彼女にそういう要素があるようには思えません。そしてどうなったんですか？学校の正面が病院でしたので、3人はすぐに病院に担ぎ込まれ手当てを受けました。レナは？警察は？どうして警察沙汰にならなかったんですか？警察は呼ばれなければ関与はできませんからね。一人は後遺症を残すくらい大怪我したんじゃないんですか？どうして訴えないんです？私もそこは引っかかりました。何かの圧力、もしくは脅迫があったのか、それとも訴えたくても訴えられない理由があったのか。
もちろん大石さんのことですから調べたんですよね。ねえ、まあ。ですが、初めに言いましたよね。被害者たちの口がとにかく重いのです。触れたがらないというか、関わりたくないというか。学校の先生とかからは何も聞けなかったんですか？学校は聖域なんですよ。隠蔽体質とでも言いますか。私も捜査令状を取ってませんから弱いんですよね。じゃあ学校側はノーコメント？いえ、事件の存在自体を否定しました。ですが某日、間違いなく病院に3人の男子生徒が打撲で担ぎ込まれたのは事実なんです。病院にその記録が残ってますので。被害者は語らず、学校は否定する。何もわからないじゃないですか。ねえ、その事件があったという事実以上のことは何もわかりません。被害者たちもこの事件が公になることを望んでいませんので。私と前原さん、私たち二人が忘れれば、事件はそのまま闇に消えるでしょうな。その後、学校を謹慎で休学します。そしてその間、神経科医のカウンセリングを受けました。その医者からは、何か聞けたんですか？これがまた職業倫理のしっかりした尊敬すべき方でしてね。口が固いんですよ。もうとにかく。警察手帳を見せてもダメなんですか？書面で申請しろと言われました。手帳自体に法的拘束力は何もありませんからね。じゃあ大石さんはどうやってレナがお社様のことを告白したことを知ったんですか？一部を聞いてた看護師さんがいましてね。この方は手帳を見せただけで協力してくださいました。それでなんと？看護師さんが言うには、その時のリュウグウレナはとても淡々としていて落ち着いていたそうです。例のお社様の話はどこで出てきたんですか？途中です。その名前を突然叫んだのです。だから看護師さんもびっくりして聞き耳を立てたのです。お社様です。そのお社様というのは何ですか？雛見沢を捨てた人は必ずお社様に追われるんです。そしてとうとう私のところにも来たんです。竜宮さんが今のお家に引っ越される前に住んでいた町ですね。私は引っ越したくなかったけど、お母さんとお父さんの都合で仕方なく引っ越しました。でもお社様は許してくれなかったんです。リュウグさんはきっと雛見沢にもお友達がたくさんいたんでしょうね。今でも懐かしいんじゃないですか？帰りたい、雛見沢に帰りたい。うん、帰りたいんじゃない、帰らなきゃいけない。本当はもっと早くに帰らなきゃいけなかった。でももうダメ、お社様が来てしまった。お社様というのはその雛見沢の神様なんですね。誰でも知ってる雛見沢の守り神様なんです。それで雛見沢を捨てて出て行こうとすると罰を当てるんです。竜宮さんが引っ越しをされたのはもう随分前ですよね。では今になってその神様がやってきたということですか？信じないでしょうけど、お社様はいるんです。
お社様が、か。確かに、雛見沢にはそういう迷信があります。里を捨てて出ていくと、お社様の罰が当たる、という。この辺りは前原さんもすでにご存知ですよね。初耳です。村の外敵がたたられるのはわかりますが、どうして出ていく村人まで。普通出ていくものはたたられないものじゃないんですか。雛見沢が大昔鬼ヶ淵と呼ばれていたという話はしましたよね。麓の村人たちは鬼たちを崇めていました。で、鬼ヶ淵は神聖な土地なので、絶対に不可侵、むやみに立ち入るとお社様のたたりがあるとされてきたんです。それはわかります。でも出ていくのまでダメってのは。鬼たちもまたですね、俗世に出ていかないようお社様に厳しく見張られていたんだとか。つまりお社様っていうのは俗世と鬼ヶ淵の交流を禁じていたんでしょうな。つまりお社様ってのは守り神ってよりも監視者なんですね。この地を外界から隔離しようとする。そんな感じになるんでしょうな。すみません、私も詳しくないんです。この辺りは婆様の受け売りでして。つまりレナは望まない引っ越しをしたためお社様のたたりにあったと、そう話しているわけですか。要約するとそういう意味なんでしょうな。実際この後しばらくして雛見沢に引っ越していますから。とにかくわからないことだらけなんですよ。お社様のたたりがどうだったにせよ、クラスメートを金属バットで殴った理由にはなりませんし、被害者が訴えない理由にもなりません。まさか前原さんも恐ろしいたたりが起こって被害者たちがすくみ上がったなんてこと信じるわけないですよね。
レナ、教えてくれ。俺はどうなるんだよ。サトシは消えた。だけどレナは消えなかった。じゃあ俺はどうなるんだよ。大丈夫だよ、レナが助けてあげるから。話したいことがあるんだよね。レナが聞いてあげる。助けてあげるから。ね。話してね。話してね。
俺に何か用かよ。次は眉間にお見舞いするぞ、この野郎。大丈夫かな？横になってた方がいいと思うよ。俺はどうして？覚えてないの？意識がなくなってからのことは全然。一応お医者さんにも電話したから、もうすぐ来ると思うよ。それまで横になってた方がいいと思うな。俺どうしてここにいるんだ？確かダム現場で。それはレナが聞きたいな。何があったのかな？レナが行った時にはケイチ君倒れてて。だから聞きたいのは俺の方だよ。変な二人組に襲われて。
よく俺を引きずってここまで来れたな。重かったろ。貸しただけだよ。大丈夫、自分で歩けるってケイチ君が。覚えてない？二人組はどうした？え？レナが来た時、俺と一緒に、あるいはそばに二人組の男が。いなかったよ。トイレに行きたいんだけどな。あ、ごめん。あれ？元気そうだね。倒れてたって言うから様子見に来たんだけど。なんで俺が倒れてたって知ってるんだよ。レナが電話してきたから。他に理由が必要？レナ、ケイちゃん大丈夫そうだよ。ったく、心配して損した。そうだね。レナも心配して損したかな。うわ、なにこの下駄箱。どうしてたの？転んでさ、その拍子に持ってたバットで叩いちゃったんだよ。持ち慣れないもん振り回してるから、こういうことになるんだよ。でもこれじゃ、おばさまたちが帰ってきたらびっくりしちゃうね。後でレナが片付けておくね。さあ、ほらケイちゃん。重病人なんだからちゃんと寝てないとダメだよ。さあさあ、お布団に戻った戻った。レナ、監督には電話した？うん。みーちゃんに電話した後すぐにね。すぐ来るって言ってたよ。
二人とも何の話をしてるんだよ。監督ってなんだよ。ケイちゃんしんどいの？監督って言ったら監督だよ。映画の監督とか、工事現場の監督とか。お前らが何の話をしてるのかわからないよ。その監督が俺と何か関係あるのか？来るって言ったけど、うちに来るのか？けいちゃん、最近は野球に凝ってるんだよね。監督、それ聞いたら喜ぶと思うな。だから、監督って誰だよ。監督は監督さんだよ。だから、監督って誰だよ。そうだ、監督が来る前に済ませとくかな。ケイちゃん、覚えてるかい？覚えてるって何をだよ。ケイチ君忘れちゃったのかな。罰ゲームなんだよ。罰ゲームなんだよ。忘れちゃったのかな。おはぎの宿題。どれがレナの作ったおはぎかを当てる宿題。あれ、確か宿題忘れだったよね。何の真似だよ。動かないでね。罰ゲームだから。ケイちゃん、抵抗しちゃダメだよ。快速第何条でもいいや。
罰ゲームに抵抗しちゃダメなんだからさ。監督が来る前に済まさないとね。なんだよそれ。大丈夫大丈夫、痛くないから痛くないから。な、何をする気だよ。これは一体何の真似だよ。けいちゃん何言ってんだか分かってんでしょ。何が、俺には何が何やらさっぱり分からねえよ。出るくせに今さらかまととぶられてもな。わけのわからないことを言って俺を煙に巻くのはやめろ。富武さんと同じ目に遭ってもらう。てるね、うすうすは気づいてたくせに。みんな初めはひき逃げされたものだと思っていました。ですが意識を確かめるために近づいた警官はすぐに異常に気づきました。喉がね、引き裂かれていたんですよ。ナイフとか。いいえ、爪でした。薬物を疑いましたが、そういう類のものは検出できませんでした。警察は富武さんの遺体から薬物は検出できなかったって言ったぞ。観念しなって。んじゃ。
俺。俺が、やったのか？でも、違う。違う。こんなに。死んじまったのか、二人とも。
女の子と本当に友達だと思ってたんだぜ。いたぞ、裏口だ。
どうしてこれがウーマン切りなんすか？街が狭くなっちゃうっすよ。ウーマン切ってもテンパイ崩れませんから、背底にかけるなら両面で受けた方がチャンスあるんじゃないですか？クマちゃん、川を見てください。ウーマンは全員切ってますから、安牌なんですよ。終盤で K 点に走った誰かがダマで待ってたら嫌でしょ？納得いかないっすね。わざわざ自分で当たり牌減らすなんて。ちなみに、背底で当たり牌出しても論しちゃダメですよ。え？どうしてっすか？大石さん、いますか？一般の方から凱旋です。ありゃ、こりゃどうも。それじゃ、ちょいと失礼。どうして論しちゃダメなんすか？ああ、待ってくださいよ、大石さん！凱旋です。講習から。ああ、どうもすいません。お待たせしました。大石です。もしもし？大石さんですか？もしもし？前原さんじゃありませんか。どうもどうも、こんにちは。落ち着いてください。何がありました？その、何があったんです？俺。落ち着いて、前原さん。今そこに近場の警官を行かせます。私もすぐそっちに行きますよ。多分無理です。前原さんは今公衆電話からかけてますよね。どこの公衆電話ですか？落ち着いて、前原さん。今どういう状況なんです？かかりすぎです。ケイラには何人乗ってます？二人です。ひなみざわの駐在さんには電話しました。定時巡回の時間です。家人は留守で連絡不能。くそ。クマちゃん、車を回してください。了解っす。もしもし、大石さん。もしもし、大丈夫です。ちゃんと聞こえてますよ。
前原さん、今そこに警官が向かってます。 2,3 分で到着しますから、なんとか持ちこたえてください。もしもし、聞こえてますか、前原さん。前原さん、犯人は誰です？何人なんです？俺も最初は人間が犯人なんだと思いました。大丈夫ですか、前原さん。犯人は人間なんだって、お社様のたたりなんかないんだって、そう思ってました、ついさっきまで。だけどやっぱり。でもやっぱりお社様ってのはいるんだと思います。いや、います。今、前原さん、どうかどうか落ち着いて。なんかさっきからおかしいと思ってたんです。ずっとつけてくるんですよ。走っても影みたいにぴったりくっついて。だけど少しずつ俺の背中にいじり寄ってくるんです。前原さん、そいつは今ひょっとして前原さんの後ろに？後ろに、すぐ後ろに。お願いです、前原さん、怖いのはわかります。ですがお願いです、あなたの後ろに誰がいるんです？振り向けるわけないじゃないですか。振り向いたら俺。怖いのはわかります、でも教えてほしい。ちょっと振り返るだけでいいんです。前原さんの後ろに誰がいるんです？前原さん、あんたまさか喉を引っかいてたりはしないでしょうね。もしもし、もしもし、前原さん、もしもーし。もしもし、前原さん。大石さん、車はOKっす。大石さん。ごめんなさい。大石さん。